若松駅は、福岡県北九州市若松区白山一丁目にある、九州旅客鉄道筑豊本線の駅である。駅番号は、樹齢6。道線の起点駅。筑豊工業鉄道により1891年8月30日、開設された。当初から、石炭の積み出しを主な目的とし、若松駅と若松港の設備の拡張が並行して、行われ。 石炭桟橋から石炭を積み出した。校内は広大で、多数の石炭車が常時出入りしていた。ガントリークレーン、ホイストなどの積み下ろし設備が各種整備され、最盛期の1940年には、年間830万トンの積み出しを行っていた。一時、第二次世界大戦のために衰えるが、戦後も再び同じくらいの貨物取り扱いをして、 ほぼ常時日本で一番貨物取扱いの多い駅であった。しかし、エネルギー革命の進展により、石炭の取扱いは急速に減少していき、1970年にはホイストとガントリークレーンの使用が停止され、1982年11月には貨物輸送が廃止されるに至った。翌1983年4月から校内の整理が開始され、 旧駅舎が取り壊されて建て直されるとともに、即戦軍のほぼすべてが撤去され、現在に見る純粋な旅客駅となった。新駅舎となってからも、客車列車が運行されていた1990年代前半、頃までは、複数のホームを使用していたが、現在は一面二線のみとなっている。大正時代の若松駅と若松港、大正時代に新築された。 若松駅舎改札街待合室改札口、ホーム東端式ホーム一面2線を有する地上駅で、南側に一本の側線が存在する。以前は、石炭の積み出し港として、広大なヤードを備えていた。現在、その跡地は、駅前広場等公共施設用地として整備されたり、区域の浜シーサイドとして、数多くのマンションや市営住宅が建設されている。 同じ蓄電池電車の運行される終点駅のカラス山駅や小賀駅と異なり、蓄電池充電用の河川設備を持たない。JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口が設置されている。ただし、駅遠隔案内システム、アンサーが導入された2017年3月4日以降、駅員配置時間は、 早朝の6時30分から8時30分までの時間帯のみとなり、それ以外の時間帯は無人になる。自動券売機及び自動改札機が設置されており、守護か等の IC カードと磁気券が利用可能である。自動改札機の磁気券投入口は塞がれているが、若松駅では磁気券を投入せずにそのまま通過し、降車時は運賃箱に磁気券、 運賃等を投入する。また、無記名式守護化を自動券売機で新規発行が可能である。改札外正面には、駅うどん、そば店が併設されている。地域おこしの一環として、九州におけるジャズ音楽の発祥の地として、接近放送に合わせて、ジャズのスタンダードソングである、聖者の更新を使用しているほか、校内で昼間に限りジャズ音楽を流している。 当地区県が製造、販売する駅弁は、以下の通り。2020年度の1日平均乗車辞任は906人で、ある。JR 九州及びと、受け北九州によると、近年の1日平均乗車辞任の推移は、下記の通り。駅舎の正面を国道495号が通過し、駅北方の若松駅前交差点で、 国道199号と国道495号が交わる。駅前広場に路線バスは乗り入れず、最寄りのバス停は国道199号沿いの大橋通り、西鉄バスの若松駅前と北九州市営バスの若松駅バス停、国道495号沿いに設置されている若松市民会館前バス停、北九州市交通局と 西鉄バス北九州のバスが停車するが、西鉄の若松駅前バス停は終点及び、戸端方面は大橋通り始発のため校舎専用となっているほか、若松市民会館前バス停に停車する便は2017年4月以降は北九州市営のみとなっている。注釈出店。ありがとうございます。